アンナ・マリア・ミューラー、アンナ・マリア・ミューラー、1949年2月23日から2009年8月23日は、東ドイツのチューリン元州、フリードリ・ヒローダ出身のリュージュ選手。1972年札幌オリンピックに、東ドイツ代表として出場し、女子カズとノリで、金メダルを獲得した。1966年のヨーロッパジュニア・リュージュ。 選手権で銀メダルを獲得して頭角を表した。18歳で出場した1968年グルノーブルオリンピックは本来4本滑るところを悪天候のため3本目までの合計タイムで勝負を決することとなった。彼女は同僚の W、EN、オートラン・エンダーレインに次いで2番目のタイムを記録したが東ドイツチームの選手は ソリのランナーを不正に温めて、滑りを良くしていたことが発覚し、エンダーレイン、ミューラー、W、EN、アンジェラ・ナゼルの3人は失格となった。4年後、札幌オリンピックで優勝した際にはミューラーは、薬剤師として働いていることが良いバランスをもたらし、リュージュを楽しんでいると語った。1969年のリュージュ世界選手権で銀メダルを獲得。 1970年のリュージュヨーロッパ選手権では金メダル。1972年リュージュヨーロッパ選手権では銅メダルを獲得した。現役引退後もベルリンで薬剤師として働いていたが2009年60歳で亡くなった。ありがとうございます。